無限大ライブインフォーどうも、公開 MC のやさしです。お願いします。お願いします。さあ、今週も無限大これもやったほうがいいし、YouTube とかやさしいですみたいなやつ。 S 逆ですね。やったほうがいいし、シンプルに S が逆ですね。あ、俺に向けてやった。いや、あっち向けてやったほうがいいと思いますけど、こういうのもあるみたいです。初めて見ましたけどもね。無限大ライブインフォということで、こちらの曲は毎週土曜日に翌週分のおすすめライブをピックアップして紹介していくという内容となっております、はい、今回は8月2日月曜日から8月8日日曜日に開催されるライブの見どころをお伝えしていこうと思います、はい、8月2日月曜日18時45分から、うん、無限大ドーム2勝手に無限大すいます芸人、こちら出演者がダンビラの原田対男性ブランコ、そいつそいつ石川刺身、マチューダ内山さん来たね。ついに。ついにとかじゃ別に来たねとかないんですけど、出番がない時も無限大に来ている無限大に住みたい芸人たちが無限大でのルーティンや良いところなどいかに住みたいかを熱弁してもらう。最後に社員が住んでいいかダメか判断するライブです。ワンチャンあんのね。何言ってワンチャンあるね。多分だけどダメになるよ。いや、ダメだよ。それ今やわよ。今や、まあ、こんな揃ってるんだ。原田 MC だからあれだけ、あのそのそっち側ね。あ、住んでないかは、まだいるから、その住みたい人が。まだ辻井さんと大自然さん、白井さんとかいっぱいいっぱいの、あの意外とレインボーもいるから。結構いるわ。わらバランス。いるわ。そいつらを代表して俺たちこの5人はダンブラと俺と刺身と内山さんちょっと出場するから、あ、思い、全員の思いを背負って詰めるようにちょっとするね。だって家帰るの夜の12時ぐらいさ、朝起きて1時間ぐらいでいいんだよ無限大。意味あるかなっていう。ほぼ家で。だってシャワーもあるし、テレビもあるし、Wi-Fi、喫煙所、タバコ吸える、で、布団もいくらでもある。いらないんだよね、今の家が。いかに、どうやって、その、本当に社員さんの心を動かして、うん、住んでいいにするかっていうの見ものです、これは。で、まあ、前半は多分、うん、いや、これは俺勝った予想だけど、最初20分ぐらいはちゃんとそういうやってるんですけど、多分後半から無限大の芸人のあるあるになってくると思います。さあ続きまして、8月3日18時45分回のドーム2、サンサンズの This is パンに認められたいがあります、うん、MC がランプパンクスの寺内で This is パンさん、サンサンズ、そして前説がエダマメンズ。あるライブで初絡みだった2組、まあ、サンサンズとディスパンさんがいまいち距離が縮められなかったということで、ライブで仲良くなろうということで、うん、このライブやるそうです、見届け人として MC と見届け人でランプパンクス寺内さんが演じます。はあ、なんかライブ始まる前にこういうのを言うのはあれかと思うんだけど、無理じゃん。だから全員うるさいじゃん。私、サンサンズもうるさいでしょ、お菓子さんもうるさいでしょ。それに吉田さんが切れると思うんだよな。それ分かってると思う、サンサンズもその自分でだからそれを調整して、そういうこと。あ、じゃあ静かなサンサンズが見れるかもしれない。そう、可能性あります。わあ、これはレアだね。ゾエ、ゾエがしっかり仕切って、ひなだけちょっとボケ、無理だ。で、高島静か、無理だ。だからその初めての部分が見えるかもしれません、サンサンズの。さあ、そして8月5日木曜日17時、はい、ドーム1、はい、やさしーずタイム2話、はい、ございます、はい、もちろん出演はやさしーずタイム、はい、で、オーズワルド畑中ゲストはね。で、決まってるんですか、他に。あと、浦井も来れそう。 あとまだ決めてない。あと2人ぐらい追加するけど、大自然さん、アイロンヘッドさん、ジャンボ、刺身、周りになると思う。ジャンボはこの前来たからだけど、近い感じの人、そこら辺の、うん、
やつ、うん、ヤシタイの、実験的企画ライブで毎月いろんな企画をやってるということで、前回は何やったんですか。前回は見せちゃいけないものを見せようっていうあの企画で、こう大配信時代だから、こう配信チケットを買うときにこうダイジェスト映像とか流れるでしょ。なるほど。あれをあの作ってなんだろう、何もしてないのにすっごい拍手笑いとかいっぱいしてあたかも爆笑だらけのライブであろうライブ風景を撮った。で今あの告知流してます。新しい企画を毎月やってるんだよ。これだからぜひよりね進化していく姿を見れるんで、多分一番おもろいと思う今無限大で。そのお笑いファンなのに来てないのは意味わかんないと思って見ながらやってる、うん、ぜひ皆さん実際には来てくださいお願いします、うん、そうそうですね、8月7日15時から無限大ドームは吉本フリースタイルギャグバトル、うん、MC サンシャイン坂田、そしてさ、ギャグやる側ですね、サンシャイン信清、チーコンさん、令和ロマン、松井健吏、そしてゲストで怪奇、イエス、ドーム、RPG、おお、某ネタ番組にて吉本勢3組で戦いに挑んだにもかかわらず、うん、完全にボコボコにされました、うん、その相手は怪奇イエスどんぐり RPG さん、うん、でこの悔しさが忘れられず我が吉本軍の最強ガギャギャガーに助けを求めたところ、もう負けんじゃない。最強ギャガーに助けを求めたところ快く引き受けてくれました。某ネタ番組にてボコボコにされたのはこの3人じゃないってことですか。誰かがボコボコにされたけど、なるほど、怪奇Yes どんぐり RPG にボコボコにされた吉本の3組の代わりに3人が戦うんです。リベンジマッチとかではないんです。煙とかあんまりギャグのイメージないから、ないんだ。どんなんすんだろう、気になる。最近楽屋でギャグとかやってもこういうのに全然呼ばれないよね。全然呼ばれない。そういうこと言うな、配信。こういう時にさ、呼ばれないとさ、普段やってる意味ってあるのかな。たまにのぞきをライブで呼んでくれるから。それただその坂田とタイの相方の暇なもん同士で吊るしてるだけじゃない。カラクリを言うなって、ライブのカラクリを庭とかが考えてる時にそういうのやってるとか言わないでください。そして8月7日土曜日19時からドームワンにて大自然ロジャーとアフレコ動画をみんなで作ってみるライブ。ああもうおもろそうじゃん。その大自然ロジャーさん出演者ロジャーさんとキャンベル部長大原トリスト石川刺身放課後ハートビート松下ダンスブラック平井でロジャーさんがツイッターに上げてるアフレコの動画告知とかするときに上げてるんですけども、そのクオリティの高さに注目が集まって面白いとなりまして、アフレコ動画をロジャーさんを含めたメンバーで一からライブで作ってみようというライブでございます。どんな工程で作っているのかが見れるのでぜひぜひ来てください。いやマジで、ね、俺もあのたまに声でちょっとやってもらっていいっつってやらせてもらうんですけど、マジで高い。もういらない会社とか、多分一人でできすぎ、全部一人作って見たことない。いやー作って編集してるさ、モンハンとかでいろいろやってるんだけど、多分映像会社いらないよ、多分ロジャーだけでいいわ。世の中、世の中タイもなんか作りたい動画あったら言うてくれよっていうか制作会社になろうとしてる多分ロジャーさん。制作会社の人のセリフです、それは完全に。口の合わせ方とか、うん、文章も自分でロジャーさん考えてるわけで、うん、で内容もその合うように告知に合うように口と合わせなきゃいけないのを一生懸命考えてるのがすごい。分かる。その適当に喋ってない時は分かるよ多分。俺そのあ最近あの声優でもっとちょっとそういうところが かましたかった。かましたわけじゃない。それがすごい。唯一ここは万人よりマウント取れるなと思って今もう終わっていい感じだったのに情報を追加してきてくれました。ありがとうございます。最悪これやる気なくなっちゃうよ。そんなこと。みんな声優流行ってるから見てんだよ、そのちゃんと口パク口
口の動きに合わせてやるいい、わかりますもう見てください、ロシアさんのライブ、はい、続きまして、8月4日15時からドームワンにてスクールゾーン単独ライブ、新ネタゾーンあります、はい、スクールゾーン、そしてゲストでイヌースター、男性ブランコ30番、うん、コント中、2人はまるで別人、憑依キャラでおなじみのスクールゾーンがさらにコントを磨くための新ネタ単独ライブとなっております、はい、やるね、こういうスクールゾーン、この前単独やってたのなんでやんだ、ね、そのいろんなタイプの単独ライブあるじゃない、もう自分のネタばっかりいっぱいやる、うん、長尺のネタ、うん、でそれこそキングオブコントとか近いから、うん、それに汗子くんとかのネタを作るのかもしれないし、8月8日にもう無理だよ、8月8日作る間に合うギリワンチャンあるぐらいか、ワンチャンあるし、それこそ来年に撮っとくもも、う来年見据えてんの早くない、みんなでも変だからな、スクールゾーンって変だから、やっぱりまた違った芸人像を見たい人はね、ぜひ、うん、スクールゾーン単独ライブ新ネタゾーン来てください、はい、お願いします。そして8月8日16時45分から開演のドーム2であります、はい、男性ブランコ平井のあるある幼稚園、はい、男性ブランコ平井主催のあるあるライブでございまして、今回は大自然ロジャーさん、ダビアムジョ原田優しいタイプ、うん、あるあるをとにかく言い続けるライブでございます、はい、前回私も出させてもらいまして、はい、すごい楽しいです、ある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 をとにかく出します、その前のあるあるなライブで一番その佐伯がお客さんに反応良かったあるあるは何良かったあるあるは、お土産あるある、うんうん、で、あのお土産売り場どこ行ってもこれあったよねっていうので、ゲーム機の形してて水入ってて輪っかがあって押したら動くやつの絵描いたら、あったそれある、あ、そうあるでしょえ、ある、いや、あれはあるよ、お土産なの、あれお土産コーナー絶対ある、水族館に行っても水族館にあるし、地方行ってもあるし、なんかおもちゃは見たことあるけど、そうそうそう、そのおもちゃ売り場であんま見ない、買ったことねえもん、あれあれ買ったことねえよ、あれあんま売ってる場所にないから、俺は買ったことある、え、買ったことある、まあ、あれ多分金出すやつじゃないよおい作ってる人もいるんだ、あれを一生懸命作ってる人もいるんだ、あれどっかに置いてあるのをたまにやるぐらいでちょうどいいやつだから、あれ買うやつじゃないよ、珍しい、じゃあ珍しいある場所、オレンジある場所だったのかもしれない。そして、来週のライブではないんですが、最後に告知でございます、8月9日月曜日16時開演、はい、渋谷無限大ホールですね、はい、ごめん赤坂に忘れ物してきたから取りに行ってくるという、はい、我々リアサシーズの新ネタやるライブがありまして、はい、今回ゲストにジェラードンさん、しずるさん、ほかになっております、じゃあぜひぜひ、はい、あと一組あの呼びます、あの配信なしだから、あ、もうこれは配信なしっていうことはっていうことは分かってるよねもうね、多くは語りませんけれどもやるよっていう、みんな持ってきてね、ジェラードンさんもしずるさんも持ってきてね、そのやつを分かってるよねっていう、そうね、きっと追ってくると思うよ、海野さんは絶対この YouTube 見てるんで分かってますね、海野さん赤坂にもういいよ、そんなやつですよ、もう言ってるよ、そのね、配信がないんですよ聞きましたし、分かってますね、もうほぼ言ってますけど、そのそこにお笑いファンの、もういいもういい、ゲームシーンが企画で配信がないんで、そのね、そういう今見といた方がいいネタが見れますんで、ね、ぜひぜひ来てください、優勝した時にみんな言うんだから、私あのライブで見たんだよってその権利を買うためのチケット代ですから確かに、うん、その自慢したいとはやっぱありますよ、自慢したいタイプの人はお金を払ってその権利を得ないとダメだよねそういう楽しみ方もありますから、うん、ぜひぜひ来ていただければと思います、うん、そしてこの他にも無限大ホール所属芸人毎日出演するバラムゲというのもね、はい、無限大ホールの方で毎日やってますんで、はい、ぜひぜひ来ていただければと思います。それでは
以上、無限大ライブインフォでございました。ありがとうございました。ぜひぜひライブ来てください。